わ。こんにちは、アジーンです。今回は24時間生活第6弾ということで、アマゾンのスライムキットだけを使って24時間スライム生活をしていきたいと思います。まずは何と言ってもこちらの液体のりを試してみたいと思います。この怪しいスライム液体のり、裏はねこのような感じになってます。こちらはなんと超便利な放射水がついてる。これねすごくありがたい。以前にもスライムキットにこういう放射水ついてたんですけど、自分で調整しなくていいから本当にこれありがたかったです。ではこちら入れたいと思います。結構洗濯のりに比べるとちょっと水が混ざってるんじゃないかなっていうぐらい緩やか。こちらの放射水を加えたいと思います。4滴ぐらい入れてみた。おー、来てる来てる来てる。ちなみにこのボールとヘラもこのスライムキットに入ってたものです。おーすごい、作りたてなのにめっちゃクリアだよ。おーもちもちしてる、すごいもちもちしてる、程よい感じです。ギシギシしてない、あまり気泡が入ってないような気がします。すごい、これはいい。この放射水だけ売ってほしいな。こちらの怪しいスライム液体のりを使ってスライムを作ってみました。お昼はこちらの食用色素を使ってスライムを着色してみたいと思います。食用色素、フードカラーっていうのかな。この食紅で今まで着色したことはないので、どんな色のスライムができるかねすごく楽しみ。これ2色とか混ぜてもいいのかな、ちょっとやってみます。のりってここから開くんだ。あれ朝ねドバッてやった気がするこのままやってなかった朝。おーこっちの方がドバッていかなくていいなんだよ、もっと早く気づきたかった。一滴だと、あ、全然色つかないですね。2、3、わーすごい、なんかインクみたいなんですねこれって。おーこんな感じです。インクとかマーカーとか使うよりもやっぱ安全なのかな、こっちの方が。このねスライムキットは小さい子にも使える安全なね素材を使ってるって書いてあったと思うので。わーすごい、めっちゃ透明、こんな風になるんだ。ガチャガチャのねスライムにありそうなカラーになりました。すごい、フードカラーすごいな。ただなんか若干このやっぱノリがちょっとね緩めなのかちょっと手につきます。すごい綺麗、残りの4色も作ってみたいと思います。緑完成しました。すごい綺麗、いやこの食用色素めっちゃ良かったです。お昼は初めて食用色素を使ってスライムを作ってみました。3時になりました。3時ということで、お昼に作ったスライムの中にこの中から3つトッピングを選んでお昼のスライムに混ぜたいと思います。どれにしよう。じゃあまずね赤からいきます。赤、このあたりちょっと中身も見えちゃってるんですけどね、どうしようかな。赤はじゃあこれとこれとこれ、この3袋混ぜます。何が出るか怖い、どうしようどうしようかな。よいしょ、わーかわいい、
ルーツとハート。スパンコールだと思う。あ、星だ。あ、いい感じいい感じ。ちょっと同系色だけど、星のピンクのスパンコールです。続きまして3つ目、ホログラムっぽいな。これ何色だろう。何色だ。わー、すごいすごい、奇跡奇跡同系色でちょっと見えない、わけがわからない。わー、すごいすごい。まず一つ目はこんな感じ。結構かわいい。女子力全開のスライムができました。一個これ。あとはじゃあこれとこれ。おお、黄色だった。黄色のホログラムに、いいぞいいぞ。次は、あ、これもホログラムだ。やだなこれもホログラムだ。気持ち悪いのだったらどうしよう。えい、あれ緑かな。でこちら貝殻ね、トッピング。魚とかいます。わあ、意外と良かった。夏っぽいスライムになりました。紫はこれと、うーん、これこれとこれとこれ。あ、フィッシュボールだ。これフィッシュボールだ。わー、すごい、白の透明のフィッシュボール入ってた。2つ目、奇跡これね、本当に選んでないですよ。奇跡すぎませんか。めっちゃ合ってる。いやー、じゃあパールにしとけばよかったな。サイコロじゃなくてこのアルファベットのね、これだけがちょっとダメだった。ちょっと残念。ここでね、パールだったらよかったな。すごいまとまったと思うんですけど、あ、でもこの本当にスライムトッピングパーツが落ちてこないから優秀です。すごいすごい。1個ね、1個で残り、じゃあこれと、これピンク、これピンク、紫かな、ピンクかな、そんな感じのホログラム。あー、またもや同系色。紫っぽかったのにまたね、ピンクのホログラムが来てしまいました。でこれですね、パール。汚いです。これはちょっとひどいな。これはまあなんとか、さっきよりはマシかな。ということでスライムが完成しました。夜はナタデココスライムを作りたいと思います。これね、初めから切れてる、なんかもうここかじられてる感じになってました。着色はこのすごく気に入った緑でいきたいと思います。緑やばいな、めっちゃ綺麗だった。あー、間違えた、この中で作ってたボールあー、ケースの中でやってもうた。うわー、やりにくい。スライムの中にメラミンスポンジを入れます。このメラミンスポンジね、すごくこのスライムと馴染みやすい、柔らかいから簡単にね潰れます。これがいいのかどうなのかちょっとわからないですけど、作りやすいです、すごく。完成しました。でこのパッケージに入れればなんか商品みたいになります。朝はこちらのすごく小さなミニチュアのトッピングパーツを使いたいと思います。今ね8時なので
1234567888番目にあるこのパーツをね使っていこうかな。でこっちだと1234567888ここですね。こういう風にやっていこうと思います。じゃあまずのりを入れます。のりを入れて4つゲットできるってことですね。これ1234567888。黒何これ、あゴールドかな。あーはまった、ハマってしまった。私があまり好きじゃないトッピングパーツです。まず1個でしょ、ここに出ちゃった。1234567888、あオレンジだ、オレンジで次1234567888、これだ、これと1234567888。あーあんたか、謎のカラーです。なんか工事が始まりましたね。外でちょっと音がね入っちゃってたら申し訳ないです。ウィンウィン言ってる。ずっとねここ数ヶ月工事してる。わお、ゴージャス。2つ目オレンジのハートです。3つ目、うわーすごい、めっちゃもう目が痛いんですけど、なんかこの青あれ若干少ないな。うわー入れすぎた、ギラギラ。ちょっともうここで放射入れちゃおうかな、絶対これヘラにねつきそう。うわー、なんかホラーなハロウィン感満載のスライムになりそうです。うわーボールにラメが、どうする、取れない。このねトッピングあんまり好きじゃないんですよね、こうくっついちゃうから剥がれやすいんですよね。これ完成しました。いやーハロウィンですね、完全に夏じゃなくてね秋に作りたくなるスライムのカラーでした。こんな風になるんだ。最初ねどんなスライムができるかちょっとわからなかったんですけど、こういう組み合わせでいくとこんな感じになるんですね。うん、勉強になりました。ということで24時間で作ったスライムはこのような感じになりました。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュしてチャンネルの最新情報を受け取ってください。サブチャンネルの方にも動画を投稿しているのでサブチャンネルにもぜひ遊びに来てください。